ぜひゾンビ退場、多分そこで当たると思うんですけど、当たらないか。左側ですね。あ、あと一匹ですね。この人は、すまんな村人よ。完了ですね。しゃ。さて、真っ暗でーす。うわすごい石炭と、いい天気ですな。よし、確かにいい天気。聖地日和。うん。よし、俺レンガ積んでこよう。はい、一応ね、はい、ホッパーは作れるよ、鉄の数的に。だ、どういうこと？え？どうしたんすか？仲間れですか？無言でワンパンされました。こっち。あ、もう作ってあんのね。なるほどね。まあ、後でまたルーさんにも作ってもらう。了解。あおん。じゃあ石炭だけ補充して。いや、あまりここは使わないようにするから。とりあえず作っただけだから。そうなんだ。うん。いや、俺が言ったのはこっちのあれをどうですかと。ん？こっちのあれ？これのホッパーを。あー、でもそれはさ。いっか。うん。よし。結構みんな地味だけど大変だぜこれ。よいしょ。そっか、壁の建設ですね。はい。うん。とりあえずちょっと湧き潰しをしながら私もルーさんにくっついてて。うん。うん、どうしたの？お花とか草が多いなと。ああ。多いね。お花は、後で取って、花壇でも作りましょう。うん。松明で、ある程度の湧き潰しをお願いしてもいいですか？了解です。どっち側に行けばいいのかな、森の方に行けるのかな。森？いや、違う、今ルーさんがこっちの方壁作ってくれてるんで、うん、その周辺ね。はい、はーい、行きます。よし、石のレンガを作らなければ。あれ？ん？あ、下にいるのね。そう、まだ暗い部分が。確かに。ルーさん。はい。ちょっと
私と探検に出ませんか。探検ですか。はい、洞窟探検。よし、あれですか、そっちの方にあるやつですか。真ん中、村と村の間にある、はい、そうですね、このこの穴だったり、あの穴だったり。行きますか。はい、マツさん。はいはい、行きましょう。はーい、ちょっと待ってね。アルケルエブリは引き潰しをしてないと塞いだ時にあのゾンビさんは行ってしまうので。なるほど、俺松明持ってねえや。あ、持ってた。あ、持ってました。はい、あれ、マツさんはどこ行ってんの。いや、湧き潰しをしながら今そっちに向かってます。はい、じゃあ行きましょう、ルーさん。はい、よいしょ、行くぞー、みんな探検だ。多分わしょーい、は大丈夫だから、素材を取りつつ、あ、ゾンビの声がする。全然聞こえないですね、僕には。なんてなんだろう。お、あ、そっちじゃなくて、うん、こっちこっち。松さん、そっちそっち。はーい。だけど、ゾンビの声がね、ここら辺からするから、多分近くにいると思うんで。うん、なんか似てるところからするんだよね。水だ。地下水、地下水が。いつもあるし。お、いいっすね。行ってみよう。勇気を出せ。進めばわかる。進めば俺の命がこの後どうなるかわかる。よし、行け。進むんだ俺。あ、なんかこの上でなんかあるな。こう資源が豊富なの。このなんか 上からなんか落ちてくる来てるんですけど、なんかいるんですかね。なんか上からなんか埃みたいなのが落ちてくるんですけど。あ、それはあの砂利になるので、あのあまり壊さないでください。あ、わかりました。砂利か。落ちてきちゃう。なるほど。はい。結構深いですね。こんなでっかい洞窟があったなんて。近くに多分至る所に。深いな。町の近くに、村の近くにこんなのがあるので便利だな。そうっすね、行き来が簡単ですもんね。楽ですよね、近くだから。うん、あれ、これどっかと繋がってんのこれ。多分ね、いろんなところと繋がってるんですよね。はい、洞窟はいろんなところに繋がってると思います。壁の外に出てきた。へえ、なるほど、実に面白い。実に面白い。ガリレオですね。マサハルです。よっ、俺しくった、盛大にしくったね。どうしたんですか。盛大にやらかした感が今。お面白かったよ。ほんとすいません。なんもない。あった、鉄がある。資源回収をしつつ、洞窟の脇潰しをしつつ、うん、溶岩が流れとります。やった、はい、止めてください。止めちゃっていい。はい、
はい。よし。結構夢中になるな。はい。なりますね。みんなもおじさんがやってるのを見て、見ながらマイクラやってね。よし。はーい。あ、やば。どんな層の人たちが見てるのかはもう少ししないとわかんないけど。いやー、この動画がいつまで続くかって言われちゃってるからね、もう頑張んないと。いやいや、立派なマインクラフターになるまでです。まで。おお、なんだ。あ、松田さんか。びっくりした。はい。なんか急に地面が割れたと思って。びっくりした。つながった。どこでつながったんですか。さっき僕がヨーガを見つけたっていう。ああ。ところとつながりやした。ジョーさんを立派なマインクラフトにするまではやめさせません。あ、夜だ、やべ、本当だ、外出たら夜だった。おっと、ゾンビさんがいらっしゃいました。いらっしゃいませ。これはまさか外かな。外ですね。うん、あっちこっちにね、外への入り口があるからね。ああ、なるほどね。羊肉だと3つしか回復しないのか。もう奥に行ける道はない？今見てきた限りではもう繋がっちゃったからないね。あ、まだあった。まだあったぜ。こう探検したのは松さんだね。あ、こっちがあるんだ。うん、よし、行き止まりっぽいですけど。あ、本当ですか。わかんない。ちょっとルーさんに洞窟なんですけど、はい、洞窟こうやって暗いじゃないですか、はい、で入り組んでたりとかするので、松明をつける場所は、はい、片側です。あ、こちらにつけていくと光は反対側になるので、あ、こっちから来たんだなって。どうしたんだろう、急にスカイプから雑音が。なんだろう。あ、直った。本当だ。私の片側か、こっち側だけにつけるとか、はい、すいません。そうですね、片側だけにつけていけば帰りは反対側として帰ってくることができます。なるほどね。迷路のあれですね、要領ですね。迷路右側に手を置いてずっと壁なりに歩いていくといつかゴールにたどり着くってやつですね。そうです。はい。お、でさ、そこの松明取ってください。え、後ろに。あ、投げたんで。おお、すげえ、64個使ってください。はい。ね、洞窟探検で松明は大事ですからね。はい。まだ下があるんだ。あ、まだありますね。あ、やっぱ深いっすね。あ、終わった、行き止まり。はい。じゃあここはこれで終了ですね。終了か。はい。冒険終了。ま
取りますか。あ、大丈夫かな。多分ここはルーさんが見たんですか。どこですか。この人です。ここ見たかな、多分。そこはね、そっから俺が降りてって、うん、あのルーさんがわあびっくりしたって言ったところに出たのよ。ああ、そうだ、マッツーさんだったっていう。お、まだある。はい、ここは下手に崩すと浮き埋めになっちゃうパターンか。はい、生き埋めになりますね。気をつけないと。生き埋めはごめんだぜ。ちょっと待ってかな。よいしょ。あ、いや。いや、石炭大量はありがたいっすね。そうっすね。いろいろね、焼かなきゃいけないから。石炭、ふぅ。ふぅ。石炭、ふぅ。どこから来たっけ？多分ここら辺じゃないですか。この上が。入り口です。そうだね。じゃあ、出て村に戻りますか。はーい。ルーさん、こっちでもそっちでも。よいしょ。あれ、ルーさん、こっちです。あ、そっちでも出れるか。いった。なんだという。あ、やば、間違えてマッツさん殴っちゃう。行ってはいけない緑の人を発見してしまいました。マジか。はい、緑の人を倒しました。よいしょ。おう、やっぱ外側は結構開いてんな。外はね、